会心の先行が出てた感じではあったかな。いやー会心で、ね、ちょっとかかりもあんま良くなかったのかな、うん、まあ簡単に最後あれだったでもまあ、が2コーナーぐらいから来てこうあまりこう伸びる感じじゃないですか。そうなんですか、なんか私後ろはね全然分かってなかったんで、ちょっと熱烈な取材受けてますね、あちらの人に。熱烈、悔しいです。どうでした、あの悔しい、とても悔しい。一人だけ何種も当たってましたけど、本当でもバックは取られなかったんで良かったです。死守 B は死守しました。じゃあ B 死守した喜びを B それ王で王そう、なんか全然ちょっと分か、まあ、レースのあれが分かってないんで、なんかそこまで走り的に良かったわけじゃないんですけど、まあ展開というか自分の思う通りに前出て、もうあれが、まあ、そうですね、自分の展開的には思い通りの走りができたと思うんですけど、あれで勝てるかどうかが。そうですね、まだまだ多分優香もね予選だからね、本気は出してきてないと思うので、軽くね走った感じだと思います。はい、実際この地元で、まあ、ビッグレースだったので緊張とか。まあそうですね、いや、いい意味で緊張っていうか、あの応援も結構すごかったんで力にはなりますよね。選手全然もう緊張してなかったです。いや緊張しちゃって噛んじゃったんですよ。一走するとそうですね、そうですね、はい、そうですね。いやでも力勝負すごい見事だったんで。あ本当ですか。決勝はもうぜひ頑張りたいですね、うん、まあ、まだまだ高いんでね、あの壁は、はい、小林優香の壁は、はい、頑張ります。ありがとうございました。